皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年1月の12日、朝の9時41分、佳子さまや眞子さまへの、まあ、定期連絡として、まあ、今日も電波で聞こえてきた声は、まあ、今日は公務だとか、まあ、そういった内容は聞こえているので、まあ、今日も自分のしたいように過ごそうかなとは思っています。で、まあ、東京の方、河川水門回避式玉発電と地下水流トンネル発電に関しては、来週の、17日水曜日に発明協会の方へ行って、まあ、以前から、別件でその水本さんっていう方と、まあ、何回かお会いして、まあ、申請のその用紙の書き方とか、伺ってたんですけども、まあ、あとは図面書いて符号をつけて、まあ、書き込んでいけば、まあ、出来上がりみたいなところまでは進んでるんですよ。で、一応、まあ、短い期間の年数であれば、特許申請へのお金はなんとか今のところ工面できると。もしかしたら、まあ、5年とかそれぐらいの期間で、申請するかもしれません。ちょっと金額の方も、特許の申請料ってたまに変わるんですよ。それによって、まあ、円安イコール値段が上がってたような気がするんですね。だから、まあ、何年ぐらいの申請になるかわかりませんけども。で、あと、それと、あと、この間、ワールビジネスサテライトの出演者の原田さん、原田さん、向けてのメッセージでもあるんですけども、まあ、出すということだったので、以前原田さんと昨年の11月か12月で会ってるんですよ。で、それは、とある窓口であって、まあ、一応これ場所は言わないようにしておきますね。まあ、原田さんへのメッセージで、まあ、同じ場所を訪問してみようとは思って、てるんですね。原田さんが出演されてるのは基本的に水曜日から金曜日のワールドビジネスサテライトですよね。っていうことは月火が空いてるっていうことですよね。で、まあ、土日はその役所とか市役所は閉まってるから、まあ、月火、以前お会いしたところで、まあ、来ていただけていたらなと思っているんですけども、あの時見たことあるなと思ったんですよ。で、後からですね、そのワールドビジネスサテライトの原田さんだっていうことが分かったのは、まあ、いつもまあこういうふうな状況ですね。で、原田さんって昔も同じ場所で会いませんでしたっけ？別の方でしたっけ？まあ、そこで何か話が進めばとは思ってるんですけども。一応、まあ、河川水門回避式玉発電の件に関しても、まあ、来週の水曜日に、17日に、発明協会の方に行きますので、まあ、その原田さんと連絡先とか交換できたりだとか、そういうふうなところで、その、いきなり月かどうこうじゃなくて、まあ、会って話、ある程度できたらなぐらいで考えています。その、まあ、どんな話になるかっていうのも僕もわからないんで、まあ、これは佳子様や眞子様へのメッセージでもあるんですけども、まあ、その辺のところ、期待しています。以上です。ということで、定期連絡と、まあ、ワールドビジネスサテライトに出演されてる、まあ、原田さんへのメッセージということで、まあ、その、眞子様、佳子様にもその辺のところを知っておいていただきたいなと思いまして。あと、まあ、この間ちょっと、その、アップロードした動画で言ってましたけども、その、佳子様と仮に結婚した時に、そのメリットの部分、その、まあ、
人間性とかその社会的なところでいろんなことを経験していて、まあ、どういうふうな世の中であるかっていうことを分かっている、その昔からの成り立ちとか、どこにどんな危険なやつが存在するか分からないっていう部分だとか、実際的な、世の中の皆さんの所得、一般人の方たちと、その法律によってどういうふうになっていったかっていう部分だとか、あとは、まあ、政治経済にある程度関わってきて、まあ、一般人の人と比べると私の方はかなり長けていると。で、法律はある程度は、まあ、かじってるっていう言い方でいいですかね。まあ、ある程度ちょっとは身につけている。で、あとはそのもまあ、13日になられたら岸田総理が被災地に入りますけども、まあ、ある程度もう少し落ち着いてきたら多分、成人さんも現場行かれると思うんですね。で、先々のことを考えたら、まあ、悠仁さまが天皇陛下になるのであって、で、まあ、被災地に、行かれる、そのもっと先の話ですよ。やっぱり地震の頻度って1995年阪神淡路大震災じゃないですか。で、2011年までの間に新潟で震度6の地震が2回発生していて、北海道でも、震度6の地震が1回発生している。で、2011年に東日本大震災で、その後、熊本の大地震もあったと。だからその日本の状況として大きな地震がある一定の期間でかなりの割合で発生しているっていうのが現実的なところであって、まあ、その悠仁さまが天皇陛下になられて、その地震が、大きな地震がある程度の都市部などを含めて、発生する確率の方が圧倒的に高いと、まあ、それによって、まあ、被災地に訪問されると。で、私は阪神・淡路大震災の経験者で、まあ、東日本大震災とかにも、ああした方がいい、こうした方がいい、まあ、熊本もそうですけど、今の能登半島、石川県の能登半島の大地震に関しても、まあ、いろいろ物申しますけども、まあ、その辺は YouTube 一覧表のところで、石川県能登半島地震関係のところで、まあ、いろいろ書き加えてますけども、その被災地に、ね、その一緒に同行したりだとか、まあ、そういうようなこととかもいろいろ伝えれることがあるんじゃないかなとは思ってはいます。まあ、しかしこの方法も本当にその、だから、まあ、今日も多分佳子さまは来られないんだろうな、眞子さまもそうなんだろうなというところなんですけども、まあ、予定の方がどういうふうにご公務組まれているのか、それが昨日の11日にその予定表をが出てるっていうことですよね。新聞の記事というかインターネット記事を見る限りでは、まあ、大体どれぐらいになるのかとか、日程がお互い合うのか、その日空いてるのかどうか、まあ、僕はいろいろ動き始めたらやっぱりこうなりますよね。まあ、以上です。とにかくにもその来週の月間、もしかして原田さん、ワールドビジネスサテライトのそのコメンテーターとして出て、原田さんと会って話して、まあ、それがどれぐらいの時間になるだとか、まあ、そういったことはわからないんで、例えばあとは水曜日、発明協会の方行くんで、まあ、発明協会行った後でしたら、まあ、夕方ぐらいには帰ってきていて、だとは思うんですけども、その、月間に関してはどうなるかわからないですから、その、あんまり、まあ、佳子さまもこの辺歩いて、その、何の収穫もなしだったら、
ただただ時間の浪費で大変でしょ。だからできるだけそうならないように、そのやっぱり負担になってストレスにもなるでしょうし、その、うん、心の負担、まあ肉体的な負担もあるでしょうけども、まあ、その辺のところですね。あとは昨日の、16時過ぎに階段を大きく踏み鳴らすような形で、まあ3階か4階に登っていったものが存在するんですけども、だからもうその方法はやめときなさいよって言ってるのに、これがテレビ出演者とかの関係者がそういうふうな行動を、行っているのか、それともこの辺の、介護職の人間の、まあ、挑発行為なのか、まあ、ストーカー行為法違反でもあるんですけども、まあそういったところですね。まさか、テレビ出演者が今大変そのようなことしてるようじゃ、もう全くお話にならないですね。この間のニュース、昨日の報道ステーションですかね、中国の方では年間車の生産量は3000万台、で、海外への輸出が470万台ほど、世界一。それだけ作ったっていうことは、それだけ車が出回るっていうことであって、日本はまだかなりの生産量、まあ、海外に拠点があるにしても、各メーカーはかなりの生産量を生産していると。で、車を作ったっていうことは必ず社会に出回るものですから、エネルギーの消費は拡大されますね。もう想像以上に、危ない状態ですね。エネルギーの残存量も。全然、お笑い事になってないっていう状況ですね。多分もうすでに私が老人になった頃にはかなり日本は危険な状態ではあるというのは私の見立てですね。サウジアラビアとかに大量に他の国が買い付けに来ていて、で、採掘スペースが間に合わない。間に合ったとしてもそれだけ早く石油は消費、底を尽きるっていうことになりますから。ゴテゴテすぎますね。で、この変なルールにこだわってる人間は多すぎる。電話という文明の利器があるの。それすらも私からしたら使いこなせていない。まあちょっと最後の暗い言い方にはなってしまいましたけども、まあ私は私で諦めないで自分のできることっていうものを、継続して行っていくと。まあこういうことですね。まあまあ眞子さまの方はその小室圭さん、彼だったらもう今だいぶ法律とか長けてるでしょうから、まあ僕の件の方ね、あの裁判手伝ってもらえないかなと、まあそういうふうなところの期待ですね。まあまあ眞子さまに会わせてもらったりだとか、まあ、少なくとも2019年眞子さまはテレビ朝日の受付にいた時は、その私たちの電話番号を知っておいた方がいいと思うけどってこう教えてくれようとしてくれたじゃないですか。で、多分まあそういうつもりではいたみたいですから、一旦ね、そのずっとこれみんな変なこだわり持ってみるみたいですけども、何々側何々側っていうのをまずやめましょう。テレビ局側とか、国会議員側だとか何々側何々側って、だからそういうのではなくて、世界のルールは法律なんだから、法律をもとに動きましょうって、そういうことで、対応してもらえませんか。以上です。まあ、本日の、定期連絡ということで、今日はこれぐらいで、お伝えしておこうと思います。やっぱり天気とかも気になりますね。今までのその傾向からして、大抵誰か会いに来てる時って晴れてる日なんですよ。まあ、他の、まあ、まだ、ここ、最近でも、まあ、芸能人らしき人物が、河合圭介の横を、歩いて行ったりしてる人間で、まだ喋ってる内容とかはね、以前と全く同じこと言ってるんですよ。あの人物は、スーパーフライっ
ていう名前の歌手かな、それかミーシャかな、まあ、髪の毛その長くてこうチリチリにしてるって言ったらいいんですかね、その巻き毛と言いましょうか、そのドレッドに近いような形ので、また喋ってる言い方とかはね、男と一緒に男性と2人で歩いていて、岡場駅の交差点の近くなんですけども、まあ男性の方は乳母車を押してるんですけども、まあ、僕のことを言ってんのか何を言ってんのかよくわからん、それはもう聞いてみなきゃわからないんですけども、まあ僕から言わせたらその喧嘩売りに来てるような喋り方でものを言ってるんですね。その喋ってるのは男性なんですけども、僕のことを言ってるのであればですよ、で何を言ってたかって言ったら、そら手出せへんわってもうゲラゲラ笑ってるんですよ、まあ、何の件のことを言ってるのかっていうことで、ああいう風な髪型をしてる人間とか、どちらかというと不良タイプで、普段から喋ってる言葉、口の聞き方がすごく悪い、まあ、喋り方、昔もそれだったと思うんですよ。で、まあ、BPO でもうちょっとそいつテレビやつやめてもらえますかっていうような形になったと思うんですよ。そういった連中がまだなんていうんですかね、淡井圭介はどれだけの苦境に陥っていて、エネルギーの残存量問題とかみんな真面目に取り組まなきゃならないのに、その危機感とかそういったものがなくて、ただ自分の人生さえうまくいってたらそれでいいみたいな形で、我が物顔で歩いている。で大抵これね、総じて言えることなんですけども、複数でいる人間が喧嘩売るようなことをやっぱり言ってくるんですよ。だから友達同士とかでもそうなんですけども、くだらない会話を始める、で人格形成が崩れる、で喧嘩売るようなことを平気で言う、もうこのパターンですね。で特に意外と思われるかもしれませんけども、まあその男性とね、その歩いていて上車を押してるところを見ると、男女のカップルで人格形成が崩れてる人間ものすごくたくさん存在するんですよ。正直腹立ちましたね。だから、そこで、お前誰のこと言うとはねんっては言いたいんですけども、まあ、本当、うっとうしいですね。まあ、以上です。もう会話長くなるので、これぐらいにしておきますね。まあ、これが私の置かれている日々の生活なんで。まあ、どう対応したらいいのかっていうところで、まあ、しなきゃならないことが多すぎるっていうことですね。以上です。皆さん、ご協力、ご対応のほどよろしくお願いいたします。まあ、ホームページは、ケースの履歴の一番のところ見てもらったら、まあ、僕はどういうふうなことを今、政治家の人たちに言ってるかとか、まあ、そういったことをご理解していただけるんじゃないかなと思いますね。で、その一般的な新聞記事とかで、ね、正しい新聞記事とそうじゃない記事、明らかに国会議員の人たちの意向を組んで、例えば万博反対賛成のところで、ありもしないパーセンテージ、記載してる人間、分かっていてそれ書いてるんですよ。自民党の支持者の人たちに万博は賛成か反対かって票のことばっかり考えてるから、あんなパーセンテージになるんですよ。それはエネルギーの残存量問題に対して足を引っ張る存在であって、政府として本当に行っていることか悪いことかの区別がついていない。だから一般東京新聞の方の普通のね、一般人の人たちに状況を教えてあげて、税金がこれだけ使われていますよって、でエネルギーの残存量問題ありますよって、で国会議員の人たちが票欲しくて、ね、建築業界、労働者が、200何十万人いますと、その人たちに仕事を与えてね、実際建築業界から議員になった人間はいっぱいいるんですよ。で、秋で横領事件です。
だからそういうふうなことを知っている人たちは万博に対して興味がないのパーセンテージは昨年の11月のね、十何日ぐらいでの調査、まあ、調査発表の新聞記事で東京新聞の方の 69% なんですよ。興味あるは 30% しかいないんですよ。これは事実なんですよ。どちらかというとそちらのデータの方が正しい。自民党に聞いたところで賛成しか言わないから。本当に。まあ、これは癒着の世界。でそういう記事のところにアクセスできるようにしています。で、これも、年末に近づくにつれて、さらに経費が上がる、経費が上がる、費用が上がるっていう話になったときに、さらにもっと一般人の人たちは、それを知ってる人と知ってない人で答えは全然違うんですよ。だから情報の平等性で、そういったことをテレビでずっと放送しなきゃなんないんですよ。各報道番組にね。結局みんなの税金使われていて、一般人の生活とかけ離れた生活を大きな所得を議員さんたちは持ってるんですから。年収2000万以上とか。だから感覚はおかしくなる。だから生活保護費と同じ生活しなさいよって言ってるんですよ。僕は国会議員の人たち何回も。そしたらみんなの暮らしのきつさがわかるからと。結局普通の仕事で、例えばね、年収300万、400万円の一人で、一人分の世帯の収入じゃないんですよ。一人の稼ぎが。それぐらいの人たちだが思うじゃないですか。で、じゃあ、夫婦でね、一軒家買いましたと。35年間のローン、基本的に。で、25歳までに結婚して、そこまでうまく段取り組めるかって言ったら、みんななかなかそうじゃない。で、その中でね、家のローンの返済がある。ちゃんと社会保険入っている。手元にはあんまりお金が残らない。結局はあんまり変わらない。そんなにみんな多くの、お金を使うことができない。そこの感覚のズレなんですよね。まあ、大きなお金を動かせる人間ほど、大きなお金を扱う人間ほど、財政規律っていうものはしっかりしなければならない。それイコールエネルギーの残存量問題と完全にリンクしてますから。だから国会議員の人たちの、まあだから岸田さんも今、気を張って、刷新会議で自民党自体が変わらなければならないっていうことを、力強く述べて、まあ話されてますけども、そこで変わることができるのかどうか、正直このタイミングで万博中止までとどめさすことができないんであれば、世界中で万博っていうものは残って、大した出し物もないのに、世界中の国民が困らされると。それは経済的な部分、プラスエネルギーの残存量問題でも同じです。そこはホームページ淡井圭介の履歴の一番見てもらったらよくわかると思います。以上です。皆さんご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。